人類が幸せになればいいんで、人間っていうのは医学によって幸せが手に入れてるんだけど、まず予防医学です。それから治療医学です。それから病気になった人をもう一遍回復させるリハビリテーションも必要です。全部終わった後は口腔医学です。若さと美貌がなくてただ漫然と生きてるっていうのはすごく寂しい人生だと思います。だから口腔医学として美容医療は生き残る権利を持ってるんですけど、みんなこんなものを目指しちゃダメです。医者としてはこういうことをやる人はごく一部で構いません。だから僕は別に美容医療だけやってる医者のつもりはないんですけど、そのようには高須クリニックの経営者で美容医療の医者だと言われててちょっと悲しい思いはしてるんですけどね。 Yes 高須クリニック。